どうやら僕のこと認識してるみたいですね。電源入れる前に、男性5、6名の集団、誰鬱陶しいことしたんっていうのは言ってるんですけど、ただそれ電波から聞こえてくる、来てる声だったら、もう手上げですね。で、あとは、外国人の人、音声拾ってもらったらわかると思いますけど、まあ、特別こちらに敵意を向けてきているわけではないんですが、電波で聞こえてきてだったら、あとまあ時間帯見計らって、まあ、普段見かけませんからね、どの誰が呼びつけていたのかっていうことですよ。まあ買い物なんて普通6人で行ったりとかまずないですね。先ほどの場所は、やっぱりこの優先病院のそこの角右に曲がっていた男性6名、それ撮影しなかったらどうそのまま歩いていたんですかね。わからない、海外のスポーツ選手の可能性がある。これエネルギーの本当に大きな無駄遣い。それと、もうそこから銀になる絶対なし。世の中余計めちゃくちゃにする。スポーツ業界を守ろうとして、それ違うから。全人類滅ぼす方法や。エネルギーを早く消耗させて。